皆さんこんにちは。抗がん平手打ち、指に瞬間接着剤スプレーに点火して火炙り、元弟子の悪行の数々を見過ごし師匠失格の烙印を押された元横綱白鵬こと宮城の親方。部屋は大阪場所後に解体される見通しです。運動部デスクが経過を振り返ります。加害者の北西方は事実上の首となり、監督義務違反や報告義務違反などに問われた宮城の親方は、委員から序列最下位の平戸氏よりに2階級降格の上、師匠も外された。所属する伊勢ヶ浜一門の大島部屋から玉垣親方が師匠代行として宮城の部屋に送り込まれましたが、大阪場所限りで退任します。宮城の親方は大阪場所前の3月8日に開かれた年寄り総会で、大変ご迷惑をおかけしましたと陳謝するも、続けて行われた伊勢ヶ浜一門の一門会で部屋の閉鎖案が浮上していました。八角理事長元横綱北東海は大阪場所初日、報道陣から宮城野部屋の処遇について問われ、それは一門で話し合うことだからと一言、しかしそれは建前に過ぎず、宮城野部屋の立て直しには一門のみならず八角理事長を中心とした協会執行部が直接介入する予定です。協会関係者はこう明かします。宮城野部屋の処遇は今後執行部が協議して決めることになります。宮城の親方は伊勢ヶ浜親方元横綱朝日富士の下で、部屋付き親方に弟子たちは大島部屋に指定分団の形で解体されると見られています。八角理事長ら協会幹部の念頭にあるのが宮城の親方の無力化計画です。宮城の親方は抜群の知名度と資金力を背景に全国から逸材の弟子をかき集めてきました。その一人が北西方でしたが、素行の悪さを知りつつ放置、結果暴力根絶を掲げる各界の看板に泥を塗った。一方で2年に一度改選される理事候補選に早くも色気を見せ、昨年から密かに票読みに走っていた師匠の本分をおろそかにし、野望ばかり膨らませているため、その力を削いでおくべきとみなされたわけです。同然宮城の親方と北西方の処分が発表された2月23日、八角理事長は机を叩きながら宮城の親方をこう面罵したといいます。お前がしっかりしないでどうするんだ。振り返れば相撲協会を束ねる八角理事長は白鵬時代から宮城の親方に散々煮え湯を飲まされてきました。親方の一人がこう明かします。土俵上の荒っぽい取り口や振る舞いだけでなく、審判部批判や元横綱春馬富士の暴力事件の渦中に万歳三唱を行うなど、現役時代あれだけ注意された横綱はいない。2019年の大阪場所では優勝インタビュー後、観客に三本締めを促して勝手に千秋楽を締めた。直後の理事会で八角理事長は白鵬を呼びつけ、何度言ったらわかるんだと怒鳴りつけている。白鵬が引退して親方になる際、先輩親方の言うことを聞き、相撲界のしきたりルールを守ると言った。前代未聞の誓約書にサインをさせられたのは有名な話です。当時も10年間は部屋付き親方として親方業を習熟すべきという厳しい意見が出ていましたが、2022年7月、仙台宮城の親方が定年を迎えるタイミングで部屋を継承、それからわずか1年7ヶ月でその座を剥奪されたことになります。将来的な部屋の再興はあり得るが、すでに宮城野部屋所属の複数の力士がこれを機に引退を示唆している。宮城野親方は新弟子獲得も中断、一から師匠道を勉強し直させられると同時に、幹部の目論見通り宮城の親方の勢力も確実に後退する。前室協会関係者、家中の宮城の親方は記者室の担当として淡々と業務に勤しんでいるといいます。相撲担当記者はこう話します。本人は落ち込んだ様子を見せず、
バンキシャとも普通に会話しています。ただ自ら部屋の処遇に言及することはなく、周囲も気を使ってその件には触れていません。先日39歳になった宮城の親方、優勝45回を誇る大横綱はこのまま無力化されてしまうのでしょうか。一方で協会の処分が厳しすぎるという声は根強く、春場所を取材する相撲レポーターの横野玲子氏もこう語ります。平成になって以降、部屋が閉鎖されたのは暴力団関係者と親方のつながりが問題視された木瀬部屋と、親方が弟子に暴力を振るった中川部屋の2つ、どちらも親方自身が起こした不祥事楽でしたが、今回は弟子が起こした暴力による監督責任、もちろん北青鵬の起こした暴力は許されるものではありませんし、宮城の親方が北青鵬の暴力を黙認し協会に報告せず、協会の調査にも隠蔽工作をしたことを重く見ての処分として、2階級降格と減俸は妥当だと思いますが、そこに部屋の閉鎖まで加わるのは過去の事例との整合性も合わず重すぎる処分だと思います。さらに暴力による死亡事件を起こした時津風部屋でさえ、協会は親方と加害力士は解雇処分にしたものの、部屋自体の閉鎖はなかった。協会関係者らに取材しても部屋閉鎖までの処分は行き過ぎとの声も多かった。協会が頑なに厳しい処分を下し続けるのには一体どんなわけがあるのでしょうか。いわば出る杭は打たれるというべきか、八角理事長以下親方衆から嫌われていたからね。これまで積もりに積もったもののみそぎとして部屋をお取り潰しにされるのではと解説するのは、前室とは別の協会関係者、もともと宮城の親方は器用な立ち振る舞いができるタイプじゃない。今回の一件でも迷惑をかけた協会幹部や他の親方など方々に頭を下げてはいないから、現役時代から品格がないなどと批判されてきた延長で、親方になっても礼節を欠くと見られ疎まれているんです。東京相撲記者クラブ会友近江信明氏に聞くと、現役時代からの白鵬人気とスポンサーの力を武器に、誰もが欲しがる新弟子たちを次々とスカウトして協会内でモンゴル罰を着々と構築してきましたから、このままの勢いで協会を引っかき回されたら角界はどうなってしまうのかと、八角理事長以下協会幹部たちが危惧していたのは確かでしょう。ならば危険の芽を早く摘んでおこう、そういった思惑が厳しい処分に透けて見えますが、さすがに部屋を閉じさせるのは重すぎる。これほど自分が協会に嫌われていたのかと白鵬自身も驚いていると思います。今後については、ここまでキャリアが傷つけば部屋復活は容易ではありません。同じ伊勢ヶ浜一門には元大関海王の浅香山親方がいるので、協会の理事選に出ることも難しく、各界で復権のチャンスは回ってこないのではないでしょうか。万事休す。このまま宮城の親方は各界から去るのみかと思いきや、奇策に打って出る可能性もあります。先の協会関係者によれば、あと 4,5 年ほど我慢すれば八角理事長が定年を迎えます。それまで宮城の親方はおとなしくして、マスコミにも一切露出しないなど、いわば世間に対して死んだふりをする。その間、日本の風習などもしっかり学び直した上で、再起を期するべし、そう助言する人が周囲にいるようです。当の本人も日本国籍まで取得して親方になっただけに、元朝青龍などのようにモンゴルで活躍するつもりはない。そうやすやすと角界から退くとは思えません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。